はい、どうも、鳥さんです。本日はですね、こちらです。こちらですっておかしいよね。まずはね、ちょっと。さあ、ということでね、こちら、私のガソリンでございますね。これからちょっと喋ったりするんでね、ちょっと補給しないと、カラッカラになっちゃうんでね。じゃあ、まずはいただきますね。ああ、これは飲んだことないな。多分この恵比寿クリエイティブブリューニューオリジンみたいな、これは多分ね、恵比寿さんでも飲んでないですね。美味しいですね。ということでですね、何喋りましょうかね。今までもちょこちょこと何かしら喋ってきましたけど、そうだな、どういう話がいいかな。業界のお話のがいいのかな。なんか声優としてやってきたなんかみたいな。あー、そうですね。まあ、意外とね、もうどっかで喋ったことあるかな、みたいな感じで、なんか何度も何度もね、ちゃんとおじさんらしく同じ話をいろんなところで繰り返してることも多いのでね、さすがになんか一回も喋ってないようなので、なんか面白いエピソードあったかな、とか思うんですけども、そうですね。私がですね、初めて、主役、という作品がありまして、初めて主役をやったアニメでね、あんまりご存知の方あんまり いらっしゃらないと思うんですけども、パチスロ貴族銀っていうね、パチスロのアニメがありましてですね、深夜にやってたんですよ、ツークール。基本的には、パチスロでバトルをするとね、まあ、だから今で言うカードゲームでバトルするとか、でもそれに近いんだと思います。最終的には気合でビッグを揃えるっていうね。うおーっつってビッグを揃えたりするんですけど、まあそれにいろんな、個性的な敵というかライバルたちが出てきて、まあ一番最終的には目標とする人をと戦ってみたいなお話だったんですけども、まあ、初めての主役ですから、やっぱりね、それなりに、嬉しいわけじゃないですか。で、普段別にそこまでね、オンエアを必ず全部録画してみなきゃみたいなわけでもないんですけど、まあさすがに当時まだ若かったですし、まあ、初めての主役ということでね、ちょっとまあ録画とかしてみたんですよ。そしたらですね、まあだからテロップが最後にエンディングで流れるじゃないですか。あれでですね、楽しみにしてるわけですよ。一番最初に初めて名前が載るわけですから。そしたら第1話録画しました。深夜、結構ね、夜深い時間だったんで、多分ね録画してみたんですよ。で、一応ね、これを記念すべき初主役作品の第1話だということで、さあエンディングになりました。テロップ見ました。主役何々役鳥海浩志。こうまでしかなかったんです。記念すべき記念すべき初主役第1話テロップ、鳥海浩志さんでした。残念。2話からちゃんとなってましたけどまあね、これはもうしょうがない、まあ、あることなんでねまあね、そういうこともあるさと。別に誰が悪いわけではなくてですね、まあ笑い話ですね、今となっては。結構こういうのが面白いというか、まあ本人の受け取り方なんですけど、あとはね、我々台本ってアニメとか、ね、何でもそうなんですけど、台本いただくと、だいたいセリフの前に交番表ってあるんですよ。何々役誰々みたいな。で、所属が書いてあったりとかっていうのがあるんですけど、そこにですね、一回だけね、なんかそれも多分ね、ただの間違いなんですけど、別事務所になってた時があって、私がなんとか役鳥海浩介どこどこ、まあこれは言わないですけど、まあ結構有名な、皆さんがよく知ってるところの一つのあれがあって、あれと思って、俺いつの間に移籍したのかなと思ってたんですけど、まあしてないんですけどね。そしたら現場に行ったら案の定ですね、移籍したのってみんなに言われてですね、いや全然違います、そんなことはないんですけどね、なんつって
ていうようなこともありましたね。まあこういったねちょっとしたまあ、こういうのを上げ足取ってどうこうあげあ言うつもりはないんですけど、まあそんなちょっとネタとしてね、場合によっては笑い話に、現場で笑い話になったりだとか、まあ、そんな風なことも起こりうるっていうねお話でございますね。ただ初主役第1話は本当にちょっぴりだけ若い鳥さんはショックでした。ではまたお会いいたしましょう。バイバイ。